前に常に意識を維持したい。で、親指はちょっと引っ張られてくるようなイメージになります。引っ張るのではなくて、あくまで押しながらこう、こう横に動かす。押しながら動かす。この前、練習の足出して、足は、まあ、最初、クッて踏み込んじゃうと、こう回らなくなっちゃう。踏み込んでいるときに、なんか、50-50 ぐらいの重心でしておくと、踏み込んでる最中でも、比較的だから、あんまりクーッて踏み込んじゃう。この足がガチガチになっちゃう。やっぱ重心は常に50-50踏み込んでるからね。はい、大皿の準備です。今は足が足出して足が足出すと、これを引っ張ったり押したりしないと体がくって動くので崩すように足が出す。で、まあ、2、3でやってください。変化して。は、手を押していきます。基本は掴みに行くじゃないですか。足と一緒にグッと押し切る。こう、こう回していくと、どん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 グリップ弱くなって、出てくる。さらにこれをひねると、こう、2本がこうなる。こうなる。抜けるっていうのと合わせて、さらにこれを加速させる。押し切る。結構伸びてます。結構みんな、こういう掴みに来ちゃう傾向になるので、しっかり押し切る。で、手と足下げて、いいかな。じゃあ、正直に行って、終了しよう。もう一回やりましょう。
自分の肘を下に下げるということは自分が沈まないということ。で、まず下がる。この時に大体のこの状態でほぼ外れる。で、指を持って下がる。しっかりとにかく上げないこと、最初の体がこう動く。で、基本的に三拍を決めているのは相手に近いものです。それがこの小指をしっかり指を回して、はい、こう決めたときにしっかり鏡みになる。こういう状態は蹴られるし、このようなんです。これも蹴られる。常に自由な足。自分の球場を少し意識してまず転換です。積み落としの要領なんですが、足引っ張ります。外に開いて日記を決めるように足でくるんです。これで切っちゃうと肩が引っ張る。久しぶりにここの環境全然やってなかった気がする。大丈夫、見た目ほど難しくないです。見た目ほど難しくないです。転換します。で、これを隅落としにやると外の中に向かって開いて下に首落ちていきます。で、かかとあとかかとを変えて後ろへ見た目も難しくはないです。はい、片手の転換です。はい、片手の回転。